ヒラノ陽、HIPHOP 職強めの選曲がナンバー、愛の音楽に与えた影響とはナンバー、愛の音楽を通して、ヒラノ陽、神宮寺雄太、岸雄太の3人がどのように多様性と豊かさを吸収し、そのボーカルテクニックを昇華させているかを探ると、驚くべき発見がある。 Spotify と Apple Music で公開されたアーティストプレイリストは、デビュー曲、g o t を含むメンバーそれぞれの5曲の選曲から構成されている。これはファンにとってはまさに秘密の共有のような感覚で、彼らが普段から愛する音楽に触れることができる窓口となっている。ラインナップを見ると、KREVA や C&K など過去に関わったアーティストの名前が浮かび上がり、メンバー間で共通するアーティストや曲も垣間見える。 異なる選曲傾向が明らかになる一方で、それぞれの特徴も浮かび上がる。平野仕様は HIPHOP 色強め、神宮寺雄太は方楽、洋楽のバランスが絶妙な落ち着いたテイスト、岸雄太はメロウな R&B 中心といった具体的な特徴が見え隠れしている。彼らの音楽選曲がアウトプットにどれだけ影響を与えるかは明白で、特に平野仕様の選曲からは、ナンバー。 愛がデビュー曲で HIPHOP 路線を選んだ理由が垣間見える。初めて GOAT を聴いた時、平野のハスキーな性質が全体的にうなるような低音で、やや挑発的な表現力と絶妙なリズム感が印象的だった。これらの要素は、彼がこれまで聴いてきた音楽から培われたものである可能性が高い。ボーカル観点で注目すべきは、特に GOAT で披露されている p シユ t のテクニカルなラップである。 1>, 1分18秒あたりからのパートでは、歌詞を届けるだけでなく、自分の声を音に変える独特の歌い方が印象的だ。騎士は曲に合わせて声色を変える器用さを見せており、特に平野と同じ歌詞の部分でも全く異なるフレーズに聞こえる。その自在な歌唱スタイルは、彼の選曲が横乗りのグルーブ感の強い曲が多いことと相まって、リズムの心地よさを楽曲全体にもたらしている。神宮寺優太の歌唱スタイルは、 メロディーラインを強く感じさせるもので、流れるような歌い方が、ゴートに独自のスパイスを加えている。彼の歌唱は表現の振り幅が広く、粘っこい歌い方からエッジボイスまで様々な要素が見受けられる。これは、様々な楽曲に触れてきた経験から来る引き出しの多さの表れと言えるだろう。これらのボーカルテクニックは、頭で理解してアウトプットしているだけでなく、感覚的に身についているように感じられる。 彼らは出会った音楽からいいと思ったものを吸収し、自分の中で消化させている。これが彼らのポテンシャルを引き立て、今後の音楽活動に期待を寄せる要因となっているのだろう。3月6日には、GOAT に加えて新曲も収録された CD がリリースされる予定であり、No.I の音楽活動にますます期待が高まる。平野が以前に述べたように、いい意味で裏切りたいという彼らの姿勢は、すでに GOAT で実証されている。 彼らの次なる挑戦がどのようなものか、これからの展開がますます楽しみである。